さっき、オリトの、若い人が集まる店で持って行ってある N 君に飲んでもらいまして、うまいですねとかっつって、もう他に言葉がなかったぐらいの、味だったんですけど、まあここに去年のの昨日ちょっと飲んでみて、さて果たして1年経ったじゃねえな1年後にできた新しい酒はどんなもんかということで行ってみます。見えんな。空気抜きの一応ガス抜きの穴の開いとる蓋、あの、おお、上がってきた。ちょっと首掛け取ります。はいはいはい、上がって、おお、来た。これ結構強いんだかな、発泡性ガス抜きのある、ガス抜きのついた蓋なんだけど、それを開けたと途端に、どうなんだろう、2度か3度ぐらいの冷蔵庫を集めて、なんか上がってきました。はい、もろみがぐるぐる踊っております。はい、結構元気あるな。じゃあ注ぎますと、これはええわ。お、4合瓶ぐらいで一気に2人か3人ぐらいで飲んだ方が楽しいんだかな。こういうちょっとドンとやろうもんなら、またはい、下に固まっとったもろみがポコンと上がってきたり、なんか、ね、もろみが下に寝とった、それを起こされたような感じでこう動き始めて、いつもより炭酸強いんだかな。ちょっと、うん、炭酸がいつもより強いような気がして、アルコールはなんか弱い、優しい感じ。はい、困ったな。こういうの調子に乗って飲むとえらいことになるんだけど、まあこれはあのオリトの若者向きの S 鹿さんとこへは持って行ったけど、これは最高です。うまいだけど、うちら厚燗小僧の会はこれすらも燗をして飲むということで、燗を飲むするとまたどんな味になるかまた楽しみなんだっちゃ。眠気も覚める、うん、キリッとした炭酸の今年強めの感じがする、もろみがぐるぐる動いておる、金鶴の純米活性、生酒、純米活性濁り酒でした。うめえ。